東京建物梅田ビルは大阪府大阪市北区梅田一丁目にあるオフィスビルである。旧称は渡辺リクルートビルであり、かつてリクルート関西支社の拠点であった。このビルは1989年に木造密集地区であったダイヤモンド地区における再開発として建築された。2011年リクルートの関西支社を東ビルとハービスエントから 梅田阪急ビルオフィスタワーに移転することとなったため、空いたオフィスが賃貸に出されている。なお、2011年の夏、当ビルの1階に期間限定のお化け屋敷が設置された。2012年4月から1階には、阪急グランドビルから移転してきた青空銀行が入居している。リクルートが関西支社などを入居させる自社ビルとして建設したため、 リクルート、銀座ビルやリクルート、名古屋ビルなどと同様に、外装に、熱反射ガラスのアルミカーテンウォールと加工岩 JP、打ち込みの PC 板を採用し、グレード感と先進性を表現したデザインとなっている。リクルートなど旧所有者から、東京建物へ売却されたため、名称も、渡辺リクルートビルから、東京建物梅田ビルへ変更された。梅田のど真ん中に、お化け屋敷出現。 入江宮家設計事務所長コースをビル写真サイト大阪ビル系ありがとうございます。